ミスタイムさん、こんにちは。いつも動画ありがとうございます。シルベスタースタローンさんなんですけども、まあ生い立ちとしてはですね、私の知ってるところ、まあ、生まれながらにして言語障害があって、ちょっとこう顔も歪んだような感じでね、そういうのをもとに割とコンプレックスがあったりとか、まあ、周りの人とうまくいかないところがあったそうなんですよ。そして役者になろうと思っていろんなオーディションを受けるんですけども、まあ、その言葉がうまく喋れないってことでね、なかなかオーディションもうまくいかなかったらしいんですよね。まあ、それで、日雇いの仕事をしたり、まあ、いろいろとね、影の多い仕事をしながら、時にはね、私たちの間では結構有名だったんですけども、アダルトビデオの男優に出たりとかして、なんかそういう風なね、20代を送ってたらしいんですよ。まあこれはね、何が言いたいかっていうと、やりたいことができずに夢は追うんだけども、夢に断られ続けてきたっていうところですよね。まあ、それである時、ボクシングの試合を見に行って、そこでその試合に感動して、で3日くらいでね、ロッキーのシナリオを書き上げたらしいんですよ。でそれを映画社に持ち込むんですけども、これは自分が主人公をやらないと全く意味がないんだってことで、当時ね、その映画の権利っていうのは買い取られる予定にはなってたんですよ。ただし主人公はスタローンではなくて、他の当時有名なね、俳優さん、誰でも知ってるようなね、世界的有名な俳優さんを3人ぐらいピックアップしたらしいんですよ。それでよかったら高額で買い取るよっていう風な話をされたんですけども、それじゃ意味がないと。今俺のような人間がこの映画に出て、そして映画の中に出てくる自分自身が何かに打ち勝っていくっていうところを見せないと意味がないんだよってことで、ついにね、販売をするのをやめてですね、自分で作ることにしたらしいんですよ。で、すごく安い低価格の予算の中で、まあ、映画を作ることが決まってですね、で、それに協力してくださる方もだんだん見つかってきたんですけども、上映映画館も最初は少なくてですね、で本当にどうなるんかいなみたいなことになってたらしいんですけども、それがローカルな上映映画館でね、上映されるなり、ものすごく反響があって、一気に広まっていって、ついには世界にってことになったらしいんですよね。まあ、そういうふうに無名の若者が大手有名な俳優とかね、チャンピオン、映画の中ではチャンピオンに、挑んでいって、そして勝てはしないんだけども、思い出に残るようなラストシーンを迎えたっていうところが、シルベスター・スタローン自身の人生にも重なって、このロッキーっていうね、作品っていうのはブレイクしたんだろうなと思います。と同時に、視聴者さんのほとんどの方でもそうなんですけども、夢に挑んで叶えられなくて、挫折の中からでも自分の本当のね、存在価値っていうのを見つけたってところが感動を呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。思えばですね、人生で何を死に間際に後悔するかっていうと、夢に向かって本気で立ち向かっていかなかったことらしいんですよ。夢を叶える叶えないを抜きにして、そこの方向にね、挑戦して向かっていたかどうかってことがすごく問われるそうなんですよね。結局はその夢がつかめないにしても、挑まずにつかめなかったのか、挑んでギリギリまでやったんだけどダメだったのか、それによって人生の充実度っていうのは全く変わるそうなんですよ。結果的にはだから、つかめなくてもやりきったんだというね、そういう思いが人生を駆り立てるのかなと思いまして、まあ男塾精神だなと思いますよね。負けるにしても全力を尽くせってことですかね。そして数十年経ってクリードという後作品ができました。このクリードの監督も、名前はちょっとね難しいんで言えませんけども、クリードの監督も全くの無名です。全くの無名のこの20代の青年がロッキーに痛く感動してですね、この続編をなんとか作りたいと思って、素人ながらスタローンに交渉しに行ったらしいんですよ。これを作らせてくれと、俺じゃないとダメなんだって感じでね、まさにそれはシルベスター・スタローンが当時ロッキーを、台本をですね3日間で書き上げて、ズタボロの生活の中から、それこそホームレス同然の中から、一流の配給会社にそのシナリオを持ち込んで交渉した時にビタッと重なるわけですよね。でスタローンは当初断っていたらしいんですよ。ダメだと、もうできないよと、あれでロッキー終わったんだと言ったらしいんですけども、原稿を読むやいないやですね、これは俺のストーリーじゃないかということで、痛くその持ち込んできたね、無名の映画監督に感動して作ることになって、ついに作品がパート3まで行ったわけですよね。要するにこのロッキーっていう作品はまさにシルベスター・スタローンの人生そのものであり、
クリードっていうのはそのロッキーの若い頃の苦悩っていうのをそのままねもう一回再現したものだったということなんですよね。なんともね作品としてもすごいですけども、その作品を作って支えてきたスタローンや新しいクリードの監督にしてもまさにね作品の中に全て人生が出てるなと思わせるものですよね。まあ、ちなみにですね映画とかアニメっていうのはそれを制作しているスタッフのそのままの暮らしや思いや夢とか挫折が入っているそうなんですよね。これなかなか興味深いですよね。あの私はね昔ね機動戦士ガンダムって映画を見てたんですけども、ガンダムの予算って削りに削られて最後はですね当時他のアニメで言ってたザ・ウルトラマンっていうアニメ、これねウルトラマンってアニメがあるんですけども、そちらの方に予算が振り向けられてついに機動戦士ガンダムは事務所すらね取り上げられてしまったらしいんですよ。その苦悩の中でアニメの中にそれを投影するとしたら、あのガンダムっていうねモビルスーツっていうのがあのホワイトベースっていうところに所属してるんですけども、完全なるおとり部隊で満足な補給もない中、あの少年たちだけで運営しなければならないってところがねまさにガンダムの制作スタッフとものすごく似てるなってことで思いが入ったらしいんですよ。で理不尽な扱いを受けたりとかね、隅に追いやられたり、でもその中でも最後そのサンライズって会社の復活にものすごく貢献するということで、ザ・ウルトラマンはその後ちょっと続編もできずに成績が振るわなかったらしいんですけども、その危機を救ったのが当時ね罪に追えられていたガンダムというもので、それから再放送続編というのは続いて、サンライズっていうねこの会社の危機を救ったというふうに聞きますよね。いやー映画って本当に面白いですね。ではまた次の動画で会いましょう。